はい、どうもコントパトマムシです。東方コマキをやっていきたいと思います。今回はですね、レームじゃなくてね、今回はマリサでいきたいと思います。イリュージョンレーザー、あ、間違えた、イリュージョンレーザーマスタースパークでいきたいと思います。前回ね、あのレームやりすぎちゃうため、テイク2行こうね。はい、どうも、こんにちは。今回ですね、東方コマキをやっていきたいと思いますよね。今回ね、マリサでいきたいと思います。
ほう、いった。おお、ブレイズ664。ここはいい。ルーネイトエルフ、個人的にちょっと好きな、いや、個人的というよりみんな個人。ここはマスパー、マスパーしたらね、やりやすい。気合で抜けるよって話だけど、気合で一応抜けますけど、パワーが一応欲しいんですよ。パワーポイント、パワーポイント一応欲しいんですよ。後半に向けて一番無理なのが3面なんですよ。個人的にメイリーさんは通常のめっちゃ難しいんです。白いなんだろう、レーザー出してる時にね、スコアがね、出してる。ここから僕は脳内再生されてることをね、ちょっと理解してるかーな。歌うなんて話か、チルムちゃん。スペルカードボーナス。これはですね、スペルカードを使ってない、印にノーボーナス。ボーナスがくれてるんですって。くれてるんですね。気合で乗り切るしかない。危ねえ。ここも使いすぎなんだけど。
しない方がいいと思いますこのやり方は。やらない方がいいです。本当に。ゴムよりカバーの方が一番大変です。これが難しいんですね。ちょっと見えなかった。弾幕がね、マリさんの攻撃とかも全然見えない。やっと4面まで来たよ。あと久々にこうあのニキヤ残したグアル魔法図書館。なんで与えに行った、なんで与えに行った、バカなのなんで与えに行ったの、なんで与えに行った、なんで与えに行ったの、なんで与えに行ったの、何回も言うけど、なんで与えに行ったの。エクステンドしてほしかったね。でもね、500万だ、ここ嫌い、一番嫌い。
ブレイクステンドするパターン。ちょっと上下回収します。上下回収、移動回収、移動回収します。危ない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 希望がなくなってきた。あとは生きる希望があるとすれば、あれ、あれしかない、あれしかない、あれしかない。サクヤさん。あのですね、サクヤさんにね、サクヤさんの中国バージョンを倒したらですね、もらえるんですよ、ね。エクステンドマークがもらえるんですよ。もうね、スコア取ってもね、エクステンドしないんですよ。あいにく。おお、死んだな、これやばい。この目標としては、ね、今のパートの目標としてはね、もうパチュリーさんをね、もう倒すしかない。アンチ、ここら辺。したらダメなんだ。もうなんだよー、保存しません。では今回はここまで。ではバイバイ。